次は。で、そのストリートファイターリーグなんですけど、まあ、時戸の方は DFM です。その DFM でございます。そうだ、 DFM とやってて、先方県対決ですか。そうなんです、ね、先方で行くことになりまして、アウェイだよね。アウェイです。大将出なかったんだね。ちょっとね、やっぱね、ちょ DJ あんま自信なかった。いや、ね、でも真央さんのアドバイスで、うん、だいぶマシになる。結構よかった。よかった。あ、やっぱそうだよね、よかったよね、あれね。俺もすげえ考えた結果、あれしかねえと思ったもん。ラッシュをちょっと使ってみるっていうので、うん、いや案外ね、うん、あの足りなかったパーツが埋まった、そこだったんだなっていうので、うん、あ、よかったよかった。ただでも、あの納得性のない死に方も結構増えるから、まあそうだね、そう難しいよね、うん、どこで狙うのかとか、あんばいがね、うん、そうそうそう。だ結構やっぱ DJ に対しては対策でね、ラッシュを使っていくといいんじゃないかって話をしたんだよな、うんうん、まあもろもろアリーノだけど。で、まあ、出てることになったのは、うん、まあでも言うて、うん、でもボンさんがですね、うん、やっぱ調子がいい、自信あると、うん、いや自信はあるとは言わないんだけど、うん、でもやっぱ対戦の結果を見たりすると、うん、まあやっぱり良さげだ、ね、良さげだよね。俺よりはやっぱり DJ 勝ってるな、うん、で、まあ言うてフードが向こうは、うん、あの引っ張ってくるだろうから、うん、っていうのもありので一応アドオーダーと。はい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 、はい、うん、なるほどね。でも実際勝ってたからね。そうだね、ね、あの DJ に対しては、うん、俺とかやっぱ日によっては、うん、あの笹本くんとかに結構やられちゃったりするんだけど、うん、もうやっぱまんべんなく結構勝ってる、安定して勝ってる、うんうん、でもなんかね DJ 使いに聞くと大体みんなルークが一番嫌だっていう。あ、でもルーク使いは DJ きついっすねっていう。あ、どっちなんだろうって思う。 DJ 使い、まあ、フードかあんまり意見聞く機会なかったんだよな。ちょいルーク有利みたいなことは昨日プゲが言ってましたよ。あ、やっぱその飛びがどうしても途中で、うん、対処一回ミスるとそのまま終わるっていうところで、うん、結構上は見とかないけんってところで、やっぱラッシュも若干止めやすいのかな、ルークは。うん、一応まあそうか、しゃがみ中パンが長いっていうのはあるかもね。そうか、まあ、密着はあんま変わんないと思うけどな、うん、ただ中玉はねちょっと打ちにくいんじゃないかな。ラッシュコパンとか隠りやすいから他のキャラよりは。まあそうだね、うん、その組み合わせ、うん、まあ起きると思ったんですが、はいはい、ちょっと微妙にやっぱ外してきた、ね、うん、まあそうだね、うん、あ、確かにそうだ、フードじゃなかった。そうなんですよ。そうだ、ナウマンでしょ。でまずまず僕にケンと同キャラで、まあケンっつったらね、うん、まあ結構自信ある組み合わせですよ、はいはい。でまあさすがにナウマン一番ないだろうなと思ってたんですけど、うん、まあ来てでナウマン出てきたもんね。まあ言うてでもね、うん、あのオフでやったりするし、うん、はいはいはい、まあブランドンというシンガポールの、うん、まあ、孫さんにもね、いやもうちゃんと意見を申せる、そう言ってきた人が言ってきたっすよ。頼もしい限りでございます、うんうん、はい、でやってたんで、まああの行けますせ、やりますせっていう感じだったんだけど、うん、やっぱ陣内いや人来客あれすごい技っすよ。あれは何万もね、でも開幕からねちょっとおかしかったんですよ。 俺から言わせれば、はいはい、開幕、うん、とことこ来て、うん、中足ラッシュで、うん、インパクト来て、そうだね、最初からも決めてたね、あれは、うん、でまあ僕結構ね OD 昇竜であそこを刈り取るというか、まあ、しかも開幕はね特にだよね。そう、うん、でまあ運よく投げれて、うん、1試合目良かったんですよ。だから、うん、1試合目はポンポンポンと行ったんだけど、うん、あんもねいろいろ考えてきたんだろうな、やっぱ出るっていうことになってただろうから、うん、まあでもその苦肉の策でもしかしたらここに出てるかもしれないんだけど、ただでもそれでもやっぱ準備はちゃんとしてるっていうか、そうだね、あの覚悟は決まってるよね、うんうん、まあ剣同キャラっていうか、同キャラはまあ基本的にあんまやりたくないとは思うからね、どのキャラも。まあそうかもね、うん、そうだね、知識差、攻略差っていうのはなかなか、うん、あの出しづらいだろうから、うん、お互いに知ってることが、うん、大体の部分で被っちゃってるから、うん、そうだね。あとね、うまいところでね、あのラッシュ投げとかで勝利拳もつられて、決め手になっちゃった。いやあれさ、あれ出すよね、最終局面はリードしてる状況って、うん、やっぱラッシュ絶対来ると思うから、勝利拳やっぱすっげえ準備したくなるんだよね。そうだね、うん、あれね、かなり逆にそこはもうやめたね、俺最近。ああ、なるほど、うん、なんか安心したいよね、やっぱり見てから昇竜で。うん、あれちょっと遠かったわ、さすがに。そうね、うん、剣結構巻き込んでくれるんだけど、うん、そういうのもあって、はいはいはい、狙いどころがやっぱり、うん、まだまだ理解度足りないんだなと思った、うん、結果、剣戦、うん、
でもナウマンかなりやっぱ強かったっすね、ここは。いい動きしてたね。でもナウマンが勝って、で次出てきたのが、まあ、リュウテヤに対してはフードですか。いやこれはもう、でも、ね、でもなんかすごい JP 戦に対して自信あるのかと思ったら、結構やっぱゴリ押し気味だったね、わりかし。あ、うん、でもね、あの、うん、JP のラッシュとかをちゃんと止めたり、うんうんうん、っていうのはやっぱ上手いなと思った。そう、ね、あといいところでジョスクール置いたりとか、はいはいはい、この組み合わせ今どうなってんだろうね。フードは結構勝ってそうだよね。かなり勝っとると思いますよ。なんか履歴見よったっすけど、うん、JP に、JP には結構勝っとるイメージ、うん、だから全体的に勝っとるなっていう感じ、うん、なるほど。でもフード勝って、で大将でボン対ジョン。でもここでまずフードが出てきた時点で、うん、結構動揺したえ、いやさすがにフードだろうと思ってたから、どっち来んの、ジョン、ジョン板橋か。いや板橋はまあおそらくはない。でも俺らはまあ板橋だろうなっていうふうにちょっと思ったよ。うん、だってラシードってさ、なんかルークにすごい文句言ってない？ラシード使い。まあルークには言ってないですね。ルークには言ってないですけど。ルーク使いに言ってんのか。ええ違う違う、ルーク使いじゃない。いやまあルークの飛びに対して言ってん。そうだね。うん、まあ引いた自キャラのタイプに対しては言ってますけど。なるほどなるほど。うん。っていうのもあって、やっぱラシードってルークに対してあんまりいい印象を持ってないんじゃないかなっていうのは、うん、まあボンも持ってたし、ね、でそこで出てきたから、やっぱちょっとなんだろう、怖いなっていう感じはあったけど、でもなんか自信を持って出てきたんだろうなって感じはしたんだけど、うん、でやっぱなんかストリートファイターリーグ開幕して間もないっていうのもあって、ちょっとやっぱ緊張感あったね、すごいね、うんうん、硬かったって言ってましたね、本人も、うん、そうだね、多分あんまり出せなかったんじゃないかなっていうのは見て思ったね、うん、ジョン君自体ね、結構勝っとったんですよ、ルークに。履歴見よって、うん、ルークに勝っとって。で内容見ても割と良かったんで、うん、やっぱ自信ありそうな感じで多分出たと思うんですけどね。ボンもなんかやっぱ1戦目から、なんかその結構強めの選択肢が多くて。早かった、パナシ早かったわ。っていうか、5回ぐらい連続でパナシなかった、うん、とりあえず最初全部。すぐに当たってたわ、うん。ガードされてから考えるぐらいの勢いだったね。うん、っていうのもあって。ね、優勢になってからはなんかジョン君がちょっとミスとかも出ちゃったよね、コンボミスやったりとか、うん、そうですね、またね、ミスがっていうのもあって、なんかすごい後半の方は、うん、まあ、僕らね、先方中堅と負けちゃって、うん、ちょっとね、流れが悪かったんですが、うん、ボンちゃんがなんとか盛り返してくれて、うん、で、ボンが勝って、で最後にありがとうございます、うん、で、延長戦ですよ。まあこれ延長戦はマジで勝ちたいよね。まあね、そのファーストステージの終盤とはまたちょっと違う意味合いの、この序盤で5点っていうのはファーストステージに比べるとでかいと、うん、そう、うん、だからここはまあほぼほぼ、まあ、ボンちゃんフードになるんじゃないかな、まあ、出れませんさすがに、うん、で、まあ、フード出て、まあ、フードはなんかかなり調子よく勝ってたね、すごい。ボンさんね、ここでミスが出てしまったんですわ2回もなんだっけな、昇竜拳と投げと昇竜拳だ。あ、コンボでいってるのがなんかボタン押しちゃって投げが出ちゃったのと、うん、あとは最後に、SA が昇竜拳になっちゃったっていう、まあ、うん、立ち回りもちょっとね、うん、きつそうだったから、うん、まあ、1試合しかなかった、うん、とはいえ、うん、いや、まあ、フード強かったな、強かったですね、うん、結果的には、まあ、DFM が25ポイント獲得して一応勝ったと、はい、まあとはいえやっぱファブとしてもね、まあ一応20ポイントは取れたんで、いや本当にボンさんありがとうございます、うん、ねえ、ありがとうございます。